時計の針が午後5時を回りました。 79.2 レインボータウン FM みさよのふるさと自慢あち自慢の時間がやってまいりました。三船和子さん、本日も本当にようこそお越しいただきました。こんばんは。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ね、今聞いていただきました、はい、女の定めなんですが、はいはい、これは20歳の時に歌われたという曲なんですね。そうですね、私の師匠遠藤みどる先生が、はい、ちょうど20歳の成人式の帰りにね、はい、遠藤先生のお宅にお邪魔させていただきまして、ご挨拶させていただいたら、はい、遠藤先生がそうかそうか、デビューは17歳でもう3年経つんだなっておっしゃって、顔を見ながら、こう書いていただいた、作っていただいた曲なんですよ。すごいですね。即興ですよね。即興、歌えるかな。このね、今あの三船和子 全曲集10月の25日に発売 されるんですけども、でこの中の、ね、その当時の声のまんまに入ってるそうですね、はい、その全曲集がもう17歳、デビュー曲のね、17歳からもうずっと年代を追って、はい、現在までの三船和子 の、 あの、まあ、年代を追ってのこう、歴史みたいな感じですよ、あの曲もね、本当私なんかがほとんど知ってる曲ばっかり全部こう入ってましてね、はい、あの先ほど私もアルバムを見せていただいたんですが、素敵なんですよ。もう、ね、バラエティに飛んでますね。バラエティに飛んでますね。すごいですね。本当にね、うん、いろんな曲、うん、あのたまあ年に応じて本当にねこう感じが違うんですね、歌い方も全部違ってますしね、はい、やはり師匠ってすごいなって思いますのは、最初のデビュー曲のね、ベトナムの赤い月は、ベトナムの赤い月の歌い方ですよね、他人船はまた他人船のね、歌い方、女の定め、女の定め、もう全部歌い方変えてるんですよね、もう大先輩のね、はい、その歌い方の勉強を、はい、リサちゃんもね、はい、させていただいてますなってさっき言ってましたね、はい、はい、もういろいろ私は悩むところがいっぱいあるんですけども、歌手を覚えてて、でもあの先ほどもちょっと聞きたいなと思ったんですけどね、レコーディングってやっぱり年を重ねていくごとに変わっていきますか、慣れだったりやり方だったりっていうのは。そうですね、まあ、その歌によって、やはりこうちょっとこの歌は難しいな、私には無理があるなっていう歌ですとか、一曲一曲やっぱ違うんですよね。もうレコーディング一発 OK っていう場合もありますしね、はいはい、それが何度も何度も歌っててもうまくいかない場合もありますし、はいはい、ですからどんな歌にもその慣れですよね、よく詞を理解して、そしてまずもう曲を覚えなきゃダメですね、完全にね、うん、体で覚えていく。そうですね、すごいですね。あの自分の体験したことのない物語というか、歌うわけじゃないですか、その時にどうやってその女の方になったりとかするんですか、ね、そうですね、あこれは例えばドラマを見たり、はい、映画を見たりして、あこれはこうなんだって、その主人公、じゃあ私も主人公に入り込まなきゃいけないなと思いながら、レコーディングしたりしてるんですけど、はい、ただレコーディングの場合はステージはいいんですが、あまりにも入り込みますと、例えば暗い歌とかありますよね、はい、あの失恋した歌だとか、そうなってしまいますと、ちょっとあのちょっと暗いからってこうよく言われてたんですけど、やっぱりあんまり入り込まないで、ほどほどに二人で、なるほど、もう早くからデビューなさってですね、本当に女性をこう悲しい女性を歌った曲がすごくたくさんあったんじゃないかなと思うんですが、多かったんですよ ね、それを10代で歌いこなせたっていうのがすごいですよね。なんか自分でもね、このアルバムを、まあ、あのテスト版が上がってきた時に、ずっと聴きまして、やっぱこういう歌い方だったんだって自分でも改めて、あこの歌はこうと言いますのは、その遠藤先生に教えていただくままに歌ってたんですね、最初の頃は、20歳ぐらいですね、で引退して旦那様でカムバックさせていただきました時は、もう全部そのコーダのあれを教えていただく先生がいなかったわけですよ、だから、自分でそのまま、こう思った通りこうあの歌わせていただいたんですね、はいはいはい、
でもやっぱり何年かやってるうちにその先ほど リサちゃんが言ったように女性になったり、うん、女になったり そうですね、そういうのこう体験から学んでいくこともたくさんやっぱりあるんですね。そうですね、あの私はどちらかというとあの、まあ、童謡から、うん、あの歌曲に、うん、そして、まあ、歌謡曲を歌ってで、はい遠藤先生のところに行って、あの本当の演歌を学んだんですけれども、ですからここはこう本当にその口の開け方で、その感じ方が違うっていうかな。だから、あの先ほど聞いていただいた女の定めもね、あの最初の別れてしまえば大変だとか、その最初の別れてーのてーのとこうまくいかなくて、そこの時は別れてーじゃつまらんだろう、別れてーって言い出したりとかって先生に教えていただいたんですね。生聞いた鳥肌出てきちゃった私すごいですよ。私も最初のあなたを泣かすってありますよね、今度生まれてくる時私が男であなたを泣かす、このあなたを泣かすっていうところは、どうしてもあなたを泣かすじゃつまらんだろうって、もっとあの最後のハッタリだよとか言われて、ね、あなたを泣かすっていうようなね、だからそこでずっと一人であの歌っとけって先生に言われて、であのスタジオで一人でこういろいろ歌ってみて、それだよとかね、いいですね。すでね、続けてねこの旦那様をあの聞いていただくんですが、これにもなんか物語があるの。この歌はね、岡先生と初めて出会いました時に、岡先生が、かつちゃん自由に歌っていいからねって言われまして、自由に歌っていいからねって、だから、結構素直な歌い方だと思うんですよね、ただ、ディレクターがやっぱり一箇所印象つけるためには、私の大事な旦那様じゃ消えるだろ、やっぱそこのところ、やっぱり旦那様って持ち上げなきゃいけないんだから、そこにちょっと力入れて、旦那様ってこう入れなさいっていうことで、そこだけちょっと注意されたので、あとはもう自由に、その旦那様を想像しながら、ご自分の旦那様を想像して、その感謝 の気持ちでこのをレコーディングなさったってことですかね。そうですね。あら、いいですね、あら素敵、なんかジーンとしちゃう。特に2クラス目の我慢してる背中を見る、男らしさに涙が出ます、ここはもう本当にあったことですかね、実際に。そうですよね、事故に遭われてね、もう歌えなくなってしまってね、一時はねもう大変でしたものね。そうですね、私がこうして歌っていられるのも本当に旦那様のおかげだと思っておりますしね、もう本当に二度と再び歌えないと思っておりましたのが、あのこうしてできるっていうのも、やはりあの主人のおかげだと思っておりますよ ねだからそこで、私の大事な旦那様と来るわけですよ。ジーンできますね、やっぱり。この、ね、旦那様を聞いてみましょうか。聞きましょう、はい、三船和子さんで旦那様聞いてください。この、ね、歌詞を、なんかこう今悩んでる方々、いろんな体験を、ね、なさってる方々の代弁をしてるんじゃないかなっていう、 そんな感じがしますけども、やはり心の中で思ってても、素直に述べられないっていうことがありますよね、で本当に、若い時はね、いろいろあっても、年代に応じてね、なかなかあの旦那に感謝の気持ちっていうのが、素直に言えなくなったりしますよね。ですからそんな奥様方に、あの思ってらっしゃることを三船和子を代弁して歌わせていただいてるんではないかなと思うんですよ ねこの頃では結構、ご年配の方が多くなりましたでしょ、ですから、そういう方たちがね、やっぱりちょっと寂しくなられてお一人になられた方も多いですので、やっぱり昔、そのいいことだけをね、思い出しながら、この旦那様をまた、歌っていただいたりね、いろんなことを思い出していただければなと思うんですね、いいことを思い出していただきたいと思いますね。そうですよね、私たちがねこう、身につまされる歌詞とかもたくさんやっぱり出てくるんですよ。そうですね、これからもね、いろんなたくさんいろんな曲をね歌っていただいてですね、私たちをまたこう感動の渦にねこう持っていっていただければなと思うんですけどもね。
この三船さんの、ね、若さの秘訣は何でしょうね。そうですね、やっぱり好きなことを、ね、うん、できてるっていうこと、はい、うん、そしてうちの事務所には若い子がいるじゃないですか、はい、谷隆介君ですとか、はい、三条ひろみさんとか、はい、冬木桃花ちゃんとかね、はい、ですからそういう若い子も一生懸命ね、うん、頑張ってるんで、やっぱりまあいわば私はお姉さんに認識してくださいだからね、やっぱり私も頑張らなきゃいけない、はい、共に頑張っていきたいっていう、そんな気持ちがありますと、あ、病気なんかしていられないんだわ、頑張らなきゃいけないんだわと思うと自然にね、やっぱり私はそんな年だわなんて思っちゃいられなくなってしまうんですよね。今これをね、今月いっぱいですね、ぬくもり酒場って曲をね、かけさせていただくんですけども、この曲はどういう曲でしょう。この曲を聴きながらちょっとねお別れになってしまうんですけども、はい、人情味あふれる、うん、居酒屋の、はい、おかみさん、はい、はい、もういろいろね、お仕事で頑張っていらっしゃる方が、はい、パッと立ち寄って、はい、そこでいろいろ悩んでることも打ち明けたら全部引き受けてくれる、うん、そんなおかみさんね、三船さんみたいなおかみさんがいらっしゃったら、もう毎回行きたい、毎日ぐらい行きたいぐらいですね。ね、ね、皆さんに、ね、来ていただけるようなおかみです、ね、おかみさん、はいはい、またぜひですね、三船さん来てお越しいただいて、いろんな情報をですね、はい、いただければ嬉しいなと思います、はい、ね、本日本当にありがとうございました。ありがとうございました。